プラットフォーム西改札口南側で入り口東、改札口北側で入り口西改札口北側、出入口茅島駅は、大阪船屋川市茅島本町にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅である。第2回近畿の駅100線に選定されている。駅番号は、KH16。天間橋駅から続く、福福線区間は、この駅を、 少し過ぎたところの寝屋川信号所で終わる。寝屋川信号所は寝屋川社ことも繋がっているため、大阪方面からの折り返し列車が終日にわたって多数設定されている。また、準急はこの駅から京都方に各駅に停車する。茅島という地名は、茅や足といった植物が育っていた寝屋川の中洲から来ている。江戸時代に開拓され、作物を作っていたことから、 かやしまに行ったと呼称されたが、1910年にかやしまと改名された。もともと一軒も家がなく、付近の村々から工作に来ていたが、次第に人が移り住むようになっていった。また、駅建設時には、駅ができると若い種が町に遊びに行くようになるという理由で駅の所在地について、村同士のなすり合いになった結果、 川の真上に駅を作ったというエピソードがある。島式2面4線のホームを持つ、高架駅で、駅のほぼ中央で、寝屋川をまたいでいる。改札口は地平にあり、東西一箇所ずつ設置されている。バリアフリー対策として、東口に、身体障害者対応エレベーター及び、車椅子、オストメイト対応の多目的トイレが設置されている。2019年から、 駅構内の耐震補強工事が行われていたが、2020年3月に完成した。ホーム油校長は8行。当駅は複々線区間における東端の駅であるため、大阪方では、主本線が A 線に、大飛線が B 線にそれぞれ接続し、京都方では大飛線が寝屋川車庫につながっている。なお、同車庫を出庫した列車は3番線に入ることはできない。 3.4番線ホームには、推定樹齢700年のクスノキが、ホームと屋根を突き抜けて生えている。このクスノキは茅島神社のご神木で、1972年の土井根谷川信号所間の高架復々線化に伴う、駅の高架化工事に再始伐採される予定だったが、根谷川市民に親しまれていることから保存を望む声が上がり、残されることになったものである。 ホームに緑を添えたことで、1983年には、駅は大阪都市景観建築賞奨励賞を受賞している。また木自体も大阪緑の百選に選ばれている。樹齢700年と言われる古木で、老化立ち枯れの心配もされている。平成に入り、大阪府の緑化推進、自然保護政策の一環で行われた古木の樹木診断で、 保存治療の必要ありと判定され、1991年に大阪緑のトラスト協会により手入れが行われた。ホームに茂るクスノキ土井駅寝屋川信号所管の高架複々線加工時の完成を記念して、東海宗作の波形が駅構内に設置されている。また大阪駅ホームのクスノキの加工コンクリート製の手すりに1983年、 第3回大阪都市警官建築賞の奨励賞が授与されたことを示すプレートがはめ込まれている。東駅発着の区間急行、普通はほとんどの列車が準急と接続する。原則として、区間急行、普通は1.4番線、通勤準急、準急は2.3番線に入線する。ただし、早朝には2.3番線に入線する区間急行。 普通が設定されている。また、朝夕に設定されている、当駅で、快速特急、楽ラク,ラク特急、ライナーを対比する準急は1.4番線に入線する。発車メロディについては、2007年6月以前、当駅からの始発列車において、通常使用されない、始発駅用の普通列車用メロディが使用される列車が若干存在した。これは、 大半の列車は、寝屋川車庫からの出庫列車であり、運行場は寝屋川信号所始発であったのに対し、一部の列車は、当駅まで直接改装されてきた列車を充当させるため、運行場も当駅始発になっていたためである。2007年6月17日の案内放送更新に合わせて発車メロディが導入されている。2019年度のある特定日における1日、 乗降人員は27,841人である。近年の特定日における1日乗降、乗車人員は下表の通りである。駅西側の日清商店街京阪バスと近鉄バスが運行している。駅西側の不動149号、木屋かど線上での乗降扱いをする路線と、駅東側ロータリー内で乗降扱いする路線がある。ありがとうございます。